いらっしゃいませ。ありがとうございます。なんでここに。これから錦が来るんだぞ。だからよ、あなたたち殺し合いでもするんじゃないかと思って。レーナ、錦、久しぶりだな、兄弟。レーナ、酒を。うん。10年ぶりだ、お前とこうして飲むのも。ああ、面会にも行かなくて悪かった。俺もいろいろ忙しくてな。そうだろうな。俺はどうしても100億を手に入れたい。お前が連れているガキとペンダントを渡せ。その前に答えろ。なぜ水木を殺した？殺す気はなかったんだ。ユミの妹を殺すつもりなんかな。あ、親父。何やってんだお前ら。すみません、この女結局口を割りませんでした。誰が殺せと言った？え、あ、お、親父。待ってください。ユミの妹なんだぞ。誰が殺せと言った？誰が。親父、あとはきっちり片付けておきますから。10年間俺はユミの行方を追い続けた。ユミの妹がセレナで働いていると知り、俺はずっと彼女をマークしてたんだよ。いつかそこにユミが現れるんじゃないかってな。遥かのこともそれで知ったのか。巡り合わせだよな。あの娘はひまわりにいたんだ。俺たちが育ったあの孤児院にな。水木はその後アレスを持ち、そして姿を消した。ひまわりにいた娘も。そして登場会の100億が抜かれる。だがな。それは。そうだ、ユミの指輪だよ。こいつが現場で見つかったんだ。ユミはいる。近くに。必ずな。
キリュウ、これは東城界の戦争だ。お前一人でどうなるもんでもない。悪いようにはしねえ。ペンダントを渡してくれ。あれはハルカにとって唯一残された母親とのつながりだ。お前らの戦争なんて関係ねえ。変わらねえな。だからユミもお前に惹かれたんだろう。みんなお前の味方をする。昔からな。お前俺のことを憎んでいるのか。わからねえ。だが結局俺はお前を裏切った。風間の親父もな。もう後戻りはできねえ。まさか風間の親父さんを撃ったのは。なあ、さすがにあん時手が震えた。やめてよ二人とも。なんでだ。おやっさんに世話になった恩はねえのか。まだくたばっちゃねえだろう。それに今はシンジも一緒だしな。おやっさん着きました。お前シンジを盗聴して。10年前のあの日から俺は誰も信じちゃいない。俺は俺のやり方で東城会のトップに立つ。どうしても水木の娘よこさねえならお前でも容赦はしない。好きにしろ。だが遥を渡さねえ。お前の道具になんかさせやしねえ。今さらだがお前とはもう一度一緒にやりたかった。だがもう今日限り兄弟じゃねえ。なんでこんなことになっちゃったの。ねえ、なんで。親父、手はず通りで。なあ、やってくれ。はい。お久しぶりです、キリュウのおじき。親父の命令です。恨まんでください。やれ。
来てください。you
失礼しますよ、海長さん。ほら、今日の稼ぎだ。ご苦労だった。おいおい、もっと感謝してみせろよ。今日の分だけであんたの欲しがってた金額はクリアできてんだぜ。そうか、オンに切る。そうそう、初めからそう言えよ。ま、今日はでかい取り立てが久々にできたんだ。組長さん、あんたラッキーだぜ。ま、借金まみれでギャンブル狂いの医者にも感謝した方がいいな。医者？でもあの野郎も急に金ができたから返済するとか抜かしやがって、一体何やれかしたんだろうな。そいつからいくら切り取ったんだ？3000万だ。親の遺産でも入ったのかね。おい、何なんだ。3000万用意できますか？私たちナースも困ってるんです。さっき急に院長に辞表を渡したとかで、逃げるように出て行ったきり連絡もつかなくて。あの、何かあったんですか？クソみてえな奴にも頭下げて、死ぬ気で金を用意したってのに、今までの時間は一体何だったんだ。もう優子には時間がねえってのに。